どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日紹介するのは2週で簡単 SFC 修行ということで、このルートを使うとですね、なんと2週するだけで SFC 修行終了するんですね。プラチナ会員になれて、スーパーフライヤーズカードをね、申し込むことができます。で、まあ、このルートをね、まあ、今回の動画では紹介していきたいなと思っております。こちらは、今 ANA のサイトで調べたルートなんですけども、海外発券となっておりまして、クアラルンプールから初で東京乗り継いでニューヨーク。で、ニューヨークから東京乗り継いで、クアラルンプールに戻るというルートで、まあこれをですね、本当に2周するだけで SFC 修行終了してしまうんですね。私もこのルートで、SFC 修行を行って無事スーパーフライヤーズカードを取得することができました。で、私の時と、変更点がいくつかあります。というのも、私がやった昨年10月の、時はですね、 N クラスというものがまだ存在しなかったんですね。まあ、プレミアムエコノミーなんだけども、プレミアムポイントがたまる蓄積率が低いクラスが登場したんですね。というのも、私のあくまで予想ですけども、この ANA はこれからどんどん SFC 修行をですね、できるだけさせたくないんじゃないかなって私個人的には踏んでおります。それに伴っての導入なんじゃないかなと思っております。で、この今画面で映しているルートは、すべてプレミアムエコノミーで、E クラス、蓄算率 100% のクラスとなっておりまして、すべてが、アップグレード対象となっておりますので、まあ、もしね、修行の、予約を取って、修行の当日までに、ANA マイルがですね、ある程度たまったっていう方は、ぜひこのアップグレードですね、こちらプレミアムエコノミーの席をもともと取っておりますので、アップグレードでビジネスクラスで利用することができます。ちょっと私はこのクアラルンプール東京路線は、7時間ぐらいのフライトということだったので、一度も、ビジネスクラスのアップグレードはこちらはしておりませんので、必要マイル数はちょっとわからないです。1万2000か1万6000か確かそのぐらいだったと思います。で、私が利用したのはやはりこの長距離路線ですね。東京、ニューヨーク。まずここは12時間。で、帰りはちょっと伸びて14時間から14時間半だいたいかかります。で、私はこの1回目のこのJFK から東京が1時間半ぐらい遅れたんですよね。だから15時間ぐらい乗ってたんじゃないかなと思います。まあ、このニューヨーク、東京、東京、ニューヨークはですね、12時間、14時間ということで、アップグレードで利用すると、一番 ANA マイルの1マイルの単価としては一番いいまでいかないですかね。ファーストクラスの方が一番円量あたりの単価上がりますので、まあ、中でもいい方だと思います。で、必要マイル数は2万8000マイルとなっておりますので、まあ、予約して、まあ、それまでに ANA マイルが溜まったりとした場合は、ぜひね、アップグレードも利用していただきたいなと思います。まあ、何がいいかってやはりフルフラットシートで寝て、移動できるっていうのもそうですし、まあ、コース料理は食べれたりとか、ビジネスクラスの、サービスを受けれるということですので、私はとてもおすすめとしております。で、このルートはですね、まあ、金額ここに書いてありますけども、26万5110円ということですので、まあ、これが2週ということなので、53万220円かかるということですので、
1プレミアムポイントあたりだと 10.6、 まあまあまあぐらいだと思います。まあちょっと悪いっていう方もいるかもしれませんね。ですがこのルート何が楽かって、プレミアムポイントの計算が非常に楽なんですよね。私もやって思ったんですけども、本当に2周するだけなんで、もう細かいポイントの計算いらないんですよ。本当に2周するだけで5万ポイント達成できますので、もうちょっと10ポイントか100ポイントが足りないなんてこともないですし、で細かい計算もする必要がない。まああとですね、短期間に終わらせられるっていうのがこのルートのおすすめとなっております。5月27日に、まあ、これ仮にスタートしてますよね。で28日、まあ、27日にクアラルンプールから東京、ニューヨーク乗り継いでニューヨークに5月27日に着きます。ここ12時間フライトがあるんですけども、時差が12時間ぐらいある、14時間ぐらいあるかあるので、5月27日の4時35分に JFK に着きます。で翌日28日に、ニューヨークを乗り継い、ニューヨークから成田で、ここで時差がありますんで、ここで29日になります。で29日の5時半出発の、クアラルンプールに、5月29日にクアラルンプールに着きます。まあここで2日経ってますよね。でその7時間後でまた1日経ちますので、5月30日のクアラルンプール初に乗るということなんで、だいたい7日から8日ぐらいで SFC 周はね終わるということですので、短期間にギュッと込めてね SFC 修行をすることが可能です。で私がこのルートをしたのは、まあフレームポイントの計算が楽ということと、何より短期間で終わらしたいSFC 修行自体っていうのと、やはり国内線で何度も何度も、国内へ飛ぶというのも、もちろん楽しみとして行かれる方はそれはそれですごいいいと思うんですけども、私が気になってたのは、私あんまり空港の近くに住んでないんですね。ですので空港に行くだけでもリムジンバス、普通の航空機関を使っても片道1500円ぐらいかかってしまうんですよね。まあそれが往復ってなりますと、まあ行って帰ってくるだけで3000円から4000円やっぱりかかってきちゃうんですよね。まあそこもできれば節約したいっていうケチな考えから、私はこのルートにたどり着きました。まあこのルート自体はですね、海外発見ってどうなんだろうって調べ出した時に、途中でちょっとめんどくさくなっちゃって、 ANA デスクの方に聞いたら、もしかしたら教えてくれるかなと思って電話したのが発端です。そしたら教えてくれたんですね。クアラルンプール発見でプレミアムエコノミークラスで、だいたい北米もしくは、カナダのバンクーバーとかメキシコシティとか、右の方ですよね、の長距離で飛んでるところを聞いて、で一番安い路線を最初聞いて、で教えてもらったのがこのルートだったんですね。でプレミアムポイントを計算したら、本当に簡単に達成できるじゃんということで、このルートで修行してまいりました。でこの修行ルートの一つだけ注意点なんですけども、まあ、分かっている通りクアラルンプール発見で終わりもクアラルンプールですので、事前にクアラルンプールまで行かなきゃいけないですよね。それは間違いないですよね。で行く方法なんですけども、まあ、一つは ANA の特典航空券でそこまで行く。私のおすすめはまさにこれです。私はエアアジアで、行ったんですけども、エアアジア23時45分発ぐらいの LCC エアアジア飛んでるんですね、羽田からクアラルンプール。それで行ったんですけども、現地がですね5時50分ぐらいなんです、到着が。でクアラルンプール7時10分発じゃないですか。これ間に合うのかな、乗り継ぎ自体が。
まあ2時間ぐらいありますよね。間に合うかなと思って ANA デスクの方に聞いたらですね、多分間に合わないでしょっていうことでしたね。で、もちろんスターエアランスグループではないので、間に合わなかった場合の保証は一切いたしませんということでしたので、いやー、これちょっと心配だなと思って、私は中1日あげてエアアジアで行ったんですね。大正解でしたね。まあ、LCC だからっていうわけじゃないんですけども、まず私が乗った便は、30分以上、フライト飛ぶのに遅延しまして、あとですね、このクアラルンプール空港自体が、ANA などとか飛んでいるターミナルと LCC が飛んでいるターミナル、離れてるんですね。な私の、ね、SFC 修行の動画を見ていただければわかるかと思うんですけども、残念ながら分かれてて、移動しなきゃいけないんですね。ということは、入国しなきゃいけないんですよ。ということなので、入国が必要ってことは入国審査も必要ということで、そこで30分か40分ぐらいすんごい並びます。まあ、そんなにニューヨークみたいに入国審査は厳しくないので、すんごいたくさん質問されるかって言ったら全然質問もされないんですけども、でもやっぱり並びますので、感覚的には2、30分並んだ記憶があります。ですので、できれば行くならですね、ANA の特典航空券で行かれることをお勧めします。まあ別にクアラルンプールに行く便でこれを特典航空券で取って、まあ前の日の23時35分にクアラルンプール着いて、で、ラウンジでゆっくりしてクアラルンプールの初の SFCC をここで開始するっていうのも手だと思います。で、まあ、ここで、この便を仮に特典航空券で行った場合、まあ、23時35分に前日に着きますよね。で、もうそのまま、制限エリア、国際線の制限エリア乗り継ぎレーンに行くのもいいですし、まあ、夜中なんでね、まあ、出歩くってことはないかと思うんですけども、まあ、空港自体がまあショッピングモールみたいになってますんで、まあ、散歩っていう感じになりますかね。まあ、お店もどんどん閉まっていく時間だと思いますので、そこまでほとんどの店やってるとは思いませんので、そうですね、散歩。で、あとは、タバコを吸われる方とかは、残念ながら、クアラルンプールも喫煙エリアは、制限エリア内にはありませんので、一度外に出なきゃいけないので、もしタバコを吸われる方は一度入国して、本当に空港のタワーの道路の真向かいに喫煙所ありますので、まあ、それも私の動画で、ブログの方に載っていると思いますね。動画の方はちょっと紹介しなかったので、ブログの方に載っていると思いますので、そちらも参考にしてみてください。ですので、私のおすすめとしては、やはりこれを特典航空券で取って、で、ここから SFC 修行を開始して、で、2週終わった状態で、またこれを特典航空券で帰る。まあ、もしくはですね、帰りエアアジアで帰るっていうのも手だと思います。まあ、エアアジアだと、まあ、安いんでね、私が買った時も3万5千円ぐらいで片道取れましたので、まあ、そこは、人それぞれだと思います。でですね、まあ、注意点としては、まあ、LCC なんで、エアアジアは、手荷物の量とですね、重さ、本当に重さ、気をつけてくださいね。7キロ。9キロかどっちかだったと思うんですけども、私これを2周丸ごとぶっつけてやったんで、相当荷物を抑えていったつもりだったんですけども、オーバーしましたんでダメでしたっていうことなんで、まあ手荷物もね、お金が追加でかかりますので、 LCC の場合は、まあ、そこも考慮して行かれることをお勧めします。で、先ほどもラウンジの話いたしましたけども、こちらすべて E クラスとなっておりますので、クアラルンプールではマレーシア航空のゴールデンラウンジ、こちら3時間半前、3時間前ぐらいから利用できます。で、3時間前、3時間半前以降じゃないと使えませんよって入り口断られちゃうんで、この
ここから23時35分から7時10分まで。もし ANA の特典航空券で前乗りで行った場合ですね、7時間ぐらい余りますよね。その時のためにプライオリティパスをですね、ぜひ発券されていくことをお勧めします。まあ、プライオリティパスは、まあ、ググっていただければすぐ出てくると思うんですけども、ラウンジのパスカードとなっておりまして、楽天プレミアムガード、あとは、アメックスゴールドなどに、のクレジットカードを持っていると、無料で申し込める、プライオリティパスカードとなっております。まあ、アメックスゴールドの場合は年間2回までしか使えないんですけども、楽天プレミアムカードの場合は、何回でもね、利用できますので、そちらも発券されていくことをお勧めします。そのクアラルンプールで使える、プライオリティパスラウンジ、まあ、そちらも私の SSC 修行の動画で出てますので、もしよかったら参考にしてください。そこは、一応6時間利用できるということで、まあ、測ってないと思うんで、何時間いても何も言われないと思うんですけども、一応ですね、入り口の方から6時間利用できますよということの話をしてもらいました。で、そこのラウンジは、食べ放題で、ビールだけ飲み放題、あと Wi-Fi、シャワーっていう感じですかね。まあ、とてもいつでもね、ご飯も飲み物ももらえますんで、とてもおすすめのラウンジとなっております。まあ、成田はまあ大丈夫ですね。ANA ラウンジが利用できます。で、JFK 空港では、ANA の指定ラウンジ、なので、私が行った時はブリティッシュエアウェイズのギャラリーラウンジを利用させていただきました。そこも、Wi-Fi、シャワー、お酒、食べ物、まあ、軽食ですね、フルーツ類等々も含めてありましたので、まあ、このルートを組んでると、すべての場所でラウンジが利用できますので、おすすめです。で、あともう一つ最後に注意点なんですけども、私の SFC 修行の動画でも結構言ったんですけども、JFK 空港、まあ、こっちですね、から出る場合、JFK 空港の出国審査、入国審査ともに厳しくてですね、まあ、出国審査の場合、デスクが3時間前からしか開かないんですね、JFK 空港は。なので、どんだけ早く行っても、まあ、この便ですと9時ですよね。9時からじゃないとデスク開かないんですよ。ですので、クアラルンプールみたいに前日の夜から入って7時の便に乗るみたいな、制限エリアに入ってラウンジゆっくりするみたいなのがここだとできませんので、まあ、9時に間に合うように JFK 空港行ってもらって、チェックインして、でチェックインもスキップサービスは利用できませんので、アプリとかでね、そのまま搭乗券発券して入ろうってはできませんので、 JFK 空港は、紙の搭乗券が必、絶対必須となっておりますので、ということなんで絶対チェックインしなきゃいけないんですね。それだけ覚えておいてください。まあ、そんなもんですかね。はい。まあ、これからね、2019年 SFC 修行を検討されている方で、まあ、できるだけ短期間で終わらしたい。あとは、プレミアムポイントの、計算はね、ちょっと、細かいところまで計算するのがめんどくさいという方、あと、交通費。空港までの交通費までちょっと節約したい方はですね、ぜひこのルート検討してみてはいかがでしょうか。今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。もしこの動画が役に立った、面白かったという方はチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。私は Twitter 等、ブログもやっておりますので、もしよかったらチェックしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いいたしましょう。